隠れても無駄だ。手加減は不要だ。
ソアマを炙り出せ。選択しなければなりません。
け取った。ありがとう。これで終了よ。チップを受け取った。きっと役に立つと思うわ。お疲れ様。調べに行ってくれる？
ルで何かが起きた。メイルストロームが大慌てに逃げ出したみたい。真相を調べに行ってくれる？
らが調子に乗りやがって。いるんだけど、彼女は連中に無理やり働かされてるの。サイコどもから救出してきてくれない？彼女の弟からの依頼よ。詳細を確認して。
ギャングの一味じゃない。知ってる、ルーシー・タッカリーね。またテックが止まった、このポンコツで。あなたは B を弟に頼まれて助けに来た。バーティーが、そう、分かった、少し待って。そいつはどうしたの？もたもたしてるとまた奴らが襲ってくる。撃たれたのよ。なんとか処置できたと思ったら、これ以上リスクは負えない。なんてことするの？ここは診療所よ。私の患者だったのよ。自分の仕事をしてるだけ。あんたを連れて帰る。あら、そう、よかったね。後悔することにならないといいけど。迎えよう、乗って。ルーシーは無事到着。見事ね、助かったわ。飛ばしてやる。医者だったりしない。レジーナに頼まれてきた。するはずだった。あいつはやったって言ってたけど、
でも事態が急転したんだ。アニーが取り掛かったら聞いたことないような悲鳴を上げてね。彼女おかしくなっちゃって、あとはまあわかるでしょう。で、あの子だけど死んだんでしょ、わかってる。ネットを同期してるから。仕方なかったね。気にすることはない。ハルカントスはどこ？さあ、下の階にいるからね。ハル、生きてる？片付いたか？片付いたから、出てきて。やっとまともに生き出せる。朝、目が覚めて、嫌な予感がする時がある。何もかもうまくいかないんじゃねえか。今日がそうだ。あのまま寝とけよかった。私の仕事は終わりね。じゃあまた。また？もう二度とごめんだよ。お見事ね。ハルが延々とあなたの話をしてる。もう大絶賛よ。これであなたの評判も町中に広まるでしょうね。それじゃあまた。
ぜ。天に増します我らが父よ。빨리 좀 하면 안 돼? 안타가 바로 그래! 근데 다들 날 치타라고 불러. 내가 또 치타처럼 존나 빠르거든. 내것도와 요시대. 고고에는 아쉬워. 야, 차 타고 왔지. 걸어왔겠냐? 이 근처에 주차해뒀어. 운전은 맡아세대. これが現実さ。完璧よ、B。ファンボはあなたのニックネームをマッドライオンにすべきだって言ってるし、満足したようね。仕事は完了。報酬を送っておきます。
パパやめてよ。もういい加減聞き飽きた。何回言ってもお前が聞き入れないからだろ。可愛い息子がどこの馬の骨ともわからん奴に傷つけられたら。アーロン、ビーよ、記録を手に入れた。おお、ビーか。また聖書教会のバカどもが教えに来たかと思っちまったよ。入りな。それで途中で問題はなかったか。あったけど、片付けた。本当にタフなやつだな。だから生き残ってこれたわけか。じゃあ早速記録を渡してくれ。善は急げだ。ほら、これよ。ありがたい。お前の仕事ぶりは広めといてやる。アーロン・マッカールソンのお墨付き。応戦する。俺の願いが届いたみたいだな。私って期待に応えるものなの。
つもりだ。犯罪者め。気持ちはわかるけど、違うやり方があったんですよ。アーロンがクズなのは否定しない。でも、せっかく力のある人間の弱みを握れたり、今さら言っても仕方ないわね。わかってるでしょうけど、依頼主が死んだんだから報酬もなしよ。この件は終了。もう忘れましょう。じゃあ早速記録を渡してくれ。善は急げだ。ほら、これよ。ありがたい。お前の仕事ぶりは広めといてやる。アーロン・マッカールソンのお墨付きだ。それはどうも。それじゃ。の？失礼なやつだ。さっさと失せなよ。失せろ。やろうひ。この辺はどうなってるんだ。謝っても遅いからな。おふくろの面倒は誰が見るんだ。出てけって。もう。さっさと失せなよ。いいの。かくれんぼはおしまいだ。重要だからね。仕事は完了。すぐに報酬を送るわ。どうする？小銭は持ってねえよ。そんな権利はないはずだ。この悪人め。
だ。打ち方始め。さて、何があるかな。
だろ。いつまでかかってんだよ。祭りにあげろ。N54 のノーマルマウスでした。
にあげてやる。使用者様へのメッセージありがとう。チューマ、急いでるんだね。できなよ。落ち着け。ほら。
は暴れてる連絡が入った。マックスタックにも通報したけどミリテクが介入して。ストップ、背骨を引っこ抜いてやる。うっ、うどうも。で、何の話だっけ。サイバーサイコが暴れてるって連絡が入った。マックスタックにも通報したけどミリテクが介入したせいで出動はなし。サイコの正体はミリテク社員なんでしょうね。おそらくモウは注意。とにかく一刻も早くそいつを治療しないと。くれぐれも慎重にね。殺さないようにして。起こさないだろう。あとは惨めに死んでいくだけだ。よし、お前に警告している。コイン落とせよ。攻撃を開始する。犯罪者め、
とにかくいちいち考えるな。攻撃を受けた。チューマービンビン感じたよ。ここんとこどれだけ負けてるんで。大したことない。腕時計にインプラントに。現場に駆けつけた。なんだって？大丈夫だって。今日にでも取り戻せる。とにかくいちいち考える。ソ連とフィクサーがナイトシティで活動し、そんなに飲んでないはずだ。依頼主は彼のことを詳しく知りたがって、歌舞伎の港に行って我らが同行の車に GPS 発信機を仕掛けて、その車はわざわざ新ソ連から持ち込んだ代物。詳細は全況確認し、街のクズが一人取った。いいことだ。隊員がやられた。ありがとう。依頼は終了。
元気してる？連絡してな、かかってきなよ。待ち受けてるかわからないから注意が必要よ。薬を取り戻せばリパーに目一杯感謝する。昨日の夜もうるさかったな。詳細を添付したから確認して。
止まるから、そっちも引き金に気をつけて。どうしてここが。話すだけ時間の無駄よ。さあ観念して。それなら手っ取り早い。ザコめ、うっ。あまり近づきすぎないでくれるか。道がわからない。データ端末はナイトシティ全域で自由に利用可能。バッドランズにも設置されています。お疲れ様。